指示に従って現場で製造を行ったら、その実績情報を入力します。今回は資源ガントチャートから作業実績を入力します。01コロン10の上で右クリックし、作業実績を選択します。この作業は製造完了したので、ステータスを完了にします。実績作業はグレーの下線が表示されて、斜線で実績の進捗が表示されます。次は03コロン10にも同様に実績を入力します。この作業は予定よりも遅れて開始したようです。実績開始日時に2016年11月1日13時と入力します。実績数量に7000と入力します。実績の入力が終了しました。実績は資源ガントチャートのほか、作業テーブルでも入力できます。まとめて入力する場合には、作業テーブルを活用しましょう。プロジェクトファイルを保存しましょう。